こんにちは、松本直之です。今回は農薬の目的や役割について改めて考えてみましょうという動画になります。農薬を毛嫌いしている農家さん結構いらっしゃいますし、農薬を使わないで農業やりたい、野菜や米を育てたいって思われている方結構いらっしゃると思うんですよ。いわゆる無農薬栽培、有機栽培で私は新規収納したいですっていう方多いと思うんですけれども、そういう人だからこそ農薬とまず真正面から向き合っていただいて、農薬の目的、農薬を使う目的、農薬はそもそもどういう役割で使われているのかっていうところを考えた上で、しっかりと分かった上で、それで無農薬っていうものを選択してほしいと思います。で、農薬って結構いろいろ種類があるんですよ。ここに挙げた4つ、これが主な役割なんですけれども、これ以外にもたくさんあります。まあ、病気を抑えるという目的で農薬は使用されます。もう一つ、病気にかからないように予防するっていう目的で農薬をかける場合があります。で、病気じゃなくて虫についても、ついちゃった虫を殺すっていう目的でかける農薬があれば、農薬で虫がつかないように防虫目的で使用する、そういう目的の農薬もあるんですよ。で、まあそれ以外にも、その受粉させるためとか、見た目を良くするワックス的なものとか、防腐剤とか、まあいろいろ農薬はあるんですが、皆さんが気にされるのは多分この4つで使われている、生産現場でよく使われている農薬、ここに対して嫌悪感を持たれているんじゃないかなと思います。で、これ病気を抑える、病気を予防する、殺虫防虫って、その作物側の立場に立ったら、これって非常にありがたいことですよね。健康に育つためにいろんな対策を、手を講じてくれてるんですよ、人間様が。作物の立場からするといろいろ手を焼いてくれるありがたい存在が農薬なんですよ。でも無農薬栽培の人ってこれやらないんですね。病気が出たらそのまんま、あ、出ちゃったか、虫がついたら、まあ手で取る場合とかもありますけども、あ、虫ついちゃったかっていう感じなんですね。割と放任なんですよ。だから無農薬栽培っていうのは結構、まあ無慈悲というか、作物側から見ると、あ、ひどい農法だなって思われてもしょうがないんですね。で、これらについて、これって作物の場合、農薬の場合の話ですけども、人間の場合で考えてみるとどうかっていうと、人間って病気を抑える、要するに医者にかかって薬を処方されますよね。それを飲みますよね。これは当たり前に行われてます。薬を処方されて、それを飲んで病気を治そうとする、当たり前にやられてます。で、病気を予防するっていうのも、まあ嫌いな方いらっしゃいますけど、病気にかからないように予防接種をするって、これも当たり前にやられてるんですよ。で、殺虫についても、蚊とかブヨとか蜂とか、蚊なんて特にこれですよね、殺してますよね。普通に私たち普通に殺虫してるんですよ。まあ殺虫スプレーみたいなものでもやってますよ。家の中でゴキブリが走っていればプシュッてやっちゃいますよね。殺虫してるんですよ、普通に。で、防虫もそうです。虫除けスプレーってかけますよね、体に。虫がつかないようにスプレーをかけておくってやりますよね。人間にとっては当たり前にやってることなんですよ。
それを無農薬栽培ではやらない。で、農薬はそれを、その役割を担ってるのに農薬を否定するって、これおかしなことだと思いませんか？普通に考えたらおかしいんですよ。で、無農薬栽培の目的をここで考えなきゃいけないんですよ。農薬を使う目的は、このように病気を抑えたり予防したり、虫を殺したり防虫したりっていう目的を持って農薬使ってました。で、無農薬で栽培することにも目的あるんですよ。わざわざ農薬で使う、農薬を使うことによるメリットを受けないで、メリットを無視してそれでも無農薬で育てるっていう目的、これはっきりしてないと無農薬で育てる意味なくなっちゃうんですね。単純に安全性云々だけで語ってしまうと、農薬は実は使っても安全に問題ないですよってはっきりと結論出された時に、無農薬栽培農家立ち位置失いますよ。ですので目的はっきりさせなきゃいけないんですよ。で、おそらく人によって考え方ありますし、いくつも目的ってあると思うんですよ。まあ、そのうちの一つをちょっとご紹介したいなと思うんですが、無農薬で育てることの目的、それは健康なものとそうじゃないものを選別するっていう機能を持たせるために無農薬で育てるんですよ。どういうことかっていうと、例えば人で考えると分かりやすいんですが、普通に社会の中で生活していると病気がちの人っていますよね。まあ、糖尿病であったり喘息であったり、それらの病気を否定するわけじゃないんですが、癌であったり、いろんな病気抱えていながらも薬を普段から飲みながら生活している、その病気の症状を抑えながら生活をしているっていう方結構いらっしゃいますよね。これってある意味、薬を飲まなければ思いっきり病気の人たちっていうことなんですよ。症状がひどくなっていく、もしくは普通に生活するのがちょっと難しいっていう可能性のある人たちですよね。まあ、ちょっと言い方ひどいかもしれないんですが、不健康な人たちなんですよ。で、本当に健康な人たち、薬飲まなくても元気でピンピンしているような人たちと、その潜在的に不健康な人たち、薬で病気を抑えているような人たち、この両者がいるのが人間社会なんですね。いいとか悪いとかそういう話は別として、そういう社会なんですよ。で、無農薬栽培っていうのはこの不健康な人たちを排除してしまおうっていう栽培方法なんですよ。本当にさっき言ったように無慈悲なんですね。とにかく健康なものを消費者に食べてほしい、お届けしたい、美味しいものを作ってお届けしたいっていう目的で、健康不健康を選別する機能を持たせている、それが無農薬栽培の目的なんですね。だから消費者側も美味しいものを食べたいと思ってます。安全なものを食べたいと思ってます。とにかく求められたものをお届けするためには、病気がちな子を送ってしまったら、その消費者、お客さん満足できないんですよ。だから無農薬で育てる以上は、不健康なもの、普通にほっとけば自然淘汰されてしまうもの、虫や病気によって消えてなくなってしまうものを農薬をかけてブロックして取り繕って、よく見せてお届けするっていうことをしないために、自然淘汰されるんであればそのまま淘汰されるのを待つっていう意味で、農薬をかけないで育てるっていうことなんですよ。だから、じゃあ
農薬その機能ないから、農薬かけちゃうとそういう選別機能ないから農薬が悪いとか、そういう話をしたいんじゃないんですね。農薬は農薬で目的がもちろんあるんですね。病気や殺虫防虫、病気や虫を防ぐことで安定して高い収穫量を持って皆さんにお届けする安定供給っていう目的があるんですよ。だからそのために農薬を使うっていうのは、これはこれで大事なことだと思いますし、あなたがその新規収納をするときに何を目的とするかっていうことなんですよ。結局大事なのは安定生産、安定供給をしたいんであれば、無農薬栽培をするっていうことはちょっと目的から外れる可能性があります。でもとにかくいいものを厳選して、健康なものだけを、美味しいものだけをお届けしたいって思うんであれば、この無農薬栽培が持ってる選別機能っていうのは生かすべきだと思うんですね。だから作る側がどっちを求めるか、それによって農薬を使うか使わないかを選択すればいいっていうだけの話なんですよ。でも安全性を主張されたいんであればそれはそれでいいと思いますけれども、安全性だけを売りにするっていうのはちょっとこれからの時代、時代遅れとか周回遅れって言われてる、そういう可能性ありますから、無農薬にはこういう目的、選別機能がありますよっていうこともちょっと頭に入れといてもらって、もう安全性と選別機能2本柱で言ってもらってもいいですけども、無農薬で栽培することの意義、意味みたいなものをしっかりと頭に入れた上で無農薬栽培、有機栽培に取り組んでもらえればいいかなと思います。今回は以上になります。どうもありがとうございます。